年末年始に向けての水産物やおせち料理の商品展示会が今日浜松市で開かれました。この展示会は水産物などを扱う浜松魚類が開き、全国の水産メーカーなどが今から歳末商戦にかけて販売する魚介類や加工品およそ1000種類が揃いました。全般的に商品の価格は漁獲量の減少、包装容器の高騰などでここ数年高値の傾向が続いているといいます。特にカニの高値は中国での需要拡大に押されて日本で品薄になっていることも大きな原因の一つだということです。一方でパックの技術向上などから商品の品質は折り紙付きで、ビタミンやアミノ酸を配合した餌で養殖し、鮮度が落ちにくいタイやブリなども登場しました。会場を訪れた仲買人や量販店のバイヤーは試食をしながら消費者に勧めたい商品の品定めをしていました。